よう、テレビの前のみんな、フェアリーテイルを見るときは部屋を明るくしてテレビから離れて見てくれよな。これまでのフェアリーテイルは S 級クエスト行くぞルーシー。てなわけでオイラたちはルーシーに無理やり連れられて悪魔の島って呼ばれてるガルナ島に来たんだ。あんたたちが誘ったんでしょ。で、そこには犬と眉毛ともみあげとでっかい氷漬けのモンスターがいたんだ。意味わかんねえ。この番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。デリオラ、お前の師匠が封じた悪魔だ。ああ、間違いねえ。もともと北の大陸にあったものがここに運ばれたっていうの？もしかして島の呪いってこの悪魔の影響なのかしらね。考えられなくもね。この悪魔まだ生きてるんだしな。よし、そういうことならこの悪魔をぶっ倒してみっか。あんたはなんで力でしか解決策を思いつかないのよ。いいから見てろって。グレイが殴った。いつものことかもしれないけど、てめえ、いきなり何しやがる。火の魔導士がこれに近づくんじゃねえ。氷が溶けてデリオラが動き出したら誰にも止められやしねえんだぞ。んだ、そんなに簡単に溶けちまうものなのかよ。いや、大丈夫。おい、殴られそうじゃねえか。凶暴なやつだな。夏が言う。俺の師匠ウルはこの悪魔にアイスドシェルツ魔法をかけた。それは溶けることのない氷、いかなる爆炎の魔法をもってしても溶かすことのできない氷だ。溶かせないと知っててなぜこれを持ち出した。知らないのかもね。何とかして溶かそうとしてるのかも。何のためにだよ。知りませんけど。調子出ねえな。誰が何のためにデリオラをここに。簡単だ、さっきの奴らを追えばいい。そうね。いや、ここで待つんだ。何を？月が出るまで待つ。月ってまだ昼だぞ。無理無理、暇死ぬ、無理。グレイ、どういうこと？島の呪いもデリオラも全ては月に関係していると思えてならねえ。奴らももうすぐ月の光が集まるとか言ってたしな。そっか、確かに何が起こるか、あいつらが何するか気になるわね。俺は無理だ、追いかける。って、早っ。はい、ムーンドリップ。ほんと、こいつって本能のままに生きてるのね。はい、これが夏です。ある意味羨ましいっていうか。
ウル。グレイ、ついてこれるか？私の修行は厳しいぞ。ほう、なんだってやってやら。待つといったものの暇ね、やっぱり。はい、そうだ。開け、ことざの扉、リラ。よー、久しぶり、ルーシー。はい、リラ。もう、たまにしか呼んでくれないんだもん。リラだってもっともっと活躍したいのに。ルーシーったらいけず。いけずって、だってあんた呼べる日って月に3日くらいじゃない。え、そうだったっけ。また変なのが来た。ね、今日は何の歌歌ってほしい。何でもいいわ、任せる。おいら魚の歌がいい。わあ、適当に歌うわね。やー、リラはすっごく歌うまいのよ。リラだって上手だよ、魚の歌歌ってくれるし。なんだよ。泣いた。確かにリラは人の心情を読む歌が得意だけど。グレーが泣いた。泣いてねえよ。もっと明るい歌にしてよ、リラ。え？だったらそう言って。つーか、よく考えたら誰か来たらどうすんだよ。黙ってろ。デリオラに当たってる。偶然なんかじゃねえぞ、こりゃ。行くぞ、光の元を探すんだ。はい。遺跡の真ん中に魔法陣が張られていたのか。もっと上だ。
当に月の光を集めてんのか、こいつら。それをデリオラに当ててどうする気？ベリア語の呪文、ムーンドリップね。あんたまだいたの？そうか、そういうことなのね。何？何なの？こいつらはムーンドリップを使ってあの地下の悪魔を復活させる気なのよ。何？バカな！アイスドシェルは溶けない氷なんだぞ。その氷を溶かす魔法がムーンドリップなのよ。一つに集約された月の魔力はいかなる魔法をも解除する力を持ってるの。そんな、あいつらデリオラの恐ろしさを知らねえんだ。この島の人が呪いだと思ってる現象はムーンドリップの影響だと思うわ。一つに集まった月の魔力は人体をも汚染する。それほど強力な魔法なのよ。あいつら、待って。っ誰か来た。肥料来たせいで眠い。結局侵入者も見つからなかったし。かかれたなきゃや。悲しいことですわ、霊帝様。昼に侵入者がいたようなのですが、取り逃がしてしまいました。こんな私には愛は語れませんね。侵入者、あいつが霊帝か。偉そうなやつよね。変な仮面つけちゃって。そかな、かっこいいよ。デリオラの復活はまだなのか。この調子だと今日か明日には。と、ダッセイ。いよいよなのだな。侵入者の件だが、ここに来て邪魔をされたくない。ええ、この島は外れにある村にしか人はいないはず。村を消してこい。は、了解だ。何？村の人たちは関係ないのに。どうもこうもねえさ。血はこのまんのだがな。この声、おい、嘘だろ。もうコソコソするのはごめんだ。邪魔しに来たのは俺たちだ。もうなるようにしかならないわね。私どうすればいい？歌おうか。あんたは戻って。つまない。あの紋章、フェアリーテイルですわ。なるほど、村の奴らがギルドに助けを求めたか。何をしている。とっとと村を消してこい。なんで。邪魔する者、それを企てた者、すべて敵だ。なんで。てめえ、そのくだらねえ技術とやらをやめやがれ。リオン！リオン？てめえ、自分が何やってるか分かってんのか？久しいな、グレイ。何の真似だよ、こら！村人が送り込んできた魔導士が、まさかお前だったとはな。知ってて来たのか？それとも偶然か？まあ、どちらでもいいが。霊帝リオンの知り合いか？早く行け。ここは俺一人で十分だ。行かせる勝手な。よせ、ナツ、動くな。うわっ、ナツ、ハッピー、ルシーを頼む。あい、ちょっ、うわっ、くそ、動けねえ。ハッピー、ナツを見捨てるの？あいつは空間を霊気の魔法で包んでいた。あのままじっとしてたら次はオイラたちが氷にされてたよ。でもこのままじゃナツが。全員やられた。誰が村を守るんだよ。ごめん、ナツを助けたいの我慢してたんだね。きっとナツなら大丈夫よ。
サラマンダーに氷なんて効くもんですか。はい。隙を作って女と猫を逃がしたか。まあいい、奴らごときじゃシェリーたちは止められんだろ。フェアリーテールの魔導士を甘く見るんじゃねえぞこら。あいっ、相変わらず無茶をする。仲間じゃないのか。あれはその気になれば氷ごと破壊できる魔法だろう。それで俺の魔力の届かないところへやったわけか。やればできるじゃないか。いい加減先輩面するのやめてくれねえかな。リオン、お前はもうウルの弟子じゃねえ。お前もさ、グレイ。ウルはもうこの世にはいないのだからな。デリオラを封じるために命を落としたんだ。ウルの残したものをてめえは壊そうとしてるんだぞ。記憶をすり替えるな。ウルはお前が殺したんだ。よくおめおめと生きていたものだな、グレイ。グレイ、あんの野郎、覚えてやがれ。しかし、火で溶けねえってのはどうなってんだ、この氷。そんなこと言ってる場合じゃねえ。早く村に行かねえとな。あっ、くそ、走りつれ。あっ、とっとっとっと。あっ、あんな島に何しに行くつもりですか。いいから舵を取って。本当に勘弁しろ。いや、してくださいよ。ガルナ島は呪いの島だ。噂じゃ人間が悪魔になっちまうって。興味がない。あ、そうですか。掟を破った者を仕置きに行く、ただそれだけだ。かっこいい。素敵です。一夜しょ、姉さん、どこまでもついていくっす。急いで。お姉さん、足も、足も待ってください、お姉さま。何度でも言うぞ、ウルを殺したのはお前だ。名前を口に出すのもおこがましい。リオン、どうした、後ろめたくて手を出せんか。ならば邪魔をしないでほしいな。俺はデリオラを復活させる。させねえよ。それでいい、久しぶりに手合わせをしよう。アイスメイク、イーグル。アイスメイク、シールド。お前は物質の造形が得意だった。聖のアイスメイク。俺の造形は生物、銅のアイスメイク。動き回る氷だと忘れたか。アイスメイク、ハンマー。アイスメイク、エイプ。話にならん。造形魔法に両手を使うのも相変わらずだ。ウルの教えだろ。片手の造形は不完全でバランスも良くねえ。俺は特別なんだ。ウルの力も塔の昔に超えてしまった。うぬぼれんなよ。その言葉はお前に返そう。一度でも俺に攻撃を当てたことがあったかな。あの頃と一緒にするんじゃねえ。アイスゲイザー。一緒だ。俺はお前の兄弟子であり、
お前より強かった。俺は片手で造形魔法を使えたが、お前はできなかった。何も変わらん。互いの道は違えど、俺たちの時間はあの頃のまま凍りついている。だから俺は氷を溶かす。塞がれた道を歩き出すために。ウルは俺の目標だった。ウルを超えることが俺の夢だったんだ。しかしその夢をお前に奪われた。もう二度とウルを超えることができないと思っていた。だが一つだけ方法があった。ウルでさえ倒すことができなかったあのデリオラを倒すことができたら、俺はウルを超えられる。夢の続きを見られるんだよ。正気か。そんなことが目的だったのか。デリオラの恐ろしさはお前もよく知っているはずだ。やめろ、無理だ。やめろ、無理だ、だと。あの時、俺たちもお前に同じ言葉をかけた。忘れたわけではあるまいな。お前がデリオラなんかに挑んだか、ウルが死んだんだぞ。お前にウルの名を口にする資格はない。消えろ、消え失せろ。すげえでかかったな。魚100匹分くらいはあったもんね。うん、何食ったらあんなにでかくなるんだろうな。魚にはカルシウムがいっぱい含まれてるから、きっと魚だよ。そっか、俺は魚より肉がいいな。次回、夏 VS 波動の優香。でも夏が大きくなっちゃったらすぐ捕まっちゃうよ。あ、なんでだよ。夏一つ簡単に壊しちゃいそうだから。この番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。